俺この仕事を始めてね、うちの奥さんにもよく言ってんだけど、うん、分からんと、俺はなんか 何を成し遂げたいとかってやつは多分ないと、うん、うちの奥さん言ってて、でもなんか死ぬ時にさ、葬式に結構人が来てくれたらそれでいいと思うんだよねみたいな話をよくしてるので、はい、でしかもなんかよく分かんない人、うんうん、ホームレスの人とかさ、うんうん、か葬式に来てくれて結局あの人なんだかんだと惜しまれてるよねみたいな感じで死ねたらいいと思ってるって話を、うんうん、それはこれは本気で思ってるの、うんうんうん、でも子供が生まれたらなおのことそれ思ってさ、うちの親父何やったかよく分かんないけど葬式に山ほど来てたみたいなっていう姿を見せて死にたいなってやつはなんとなくあってね、うんうん、そうそうっていう話はね、うちで散々話した。そんな裕福な家庭にはならない可能性が高いですけどみたいな。まあ増える分ぐらいでどうですかね。そうそう。そっか。でもある意味そ奥さんそれで、あんた何言ってんのとはならない。うん、あんまり、まあ全然生活もできるし、それはいいんじゃないみたいな、。よっぽどやばかったら言うからって言われてる。ああ。そう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 。すごいな、素敵だな。っていう感じうち。大学の時に会ったかった。そうそう、うん、だから付き合いめちゃくちゃ長いよね。そう、多いこと。今おいくつになるんですか、みえさん。36。あ、そうなんですね、うん、じゃあ 20ぐらいで会ったとして、いや、18から付き合って。18か、もう入った時だ。そう、あ、そうなんですね。18、わ、半分だ。本当だよ。ほんまや。やべえ、人生の半分。すげえな、一緒に飽きもせず。飽きもせず、いや飽きてないのがすごい、すごいですよ。飽きてるわ。飽きてるわ。飽きもせずで言ってるよ。飽きてるわ。もうその時にもう殺してやってなった。いや、あんまりね、うちの奥さんのこと好きかどうかも俺怪しくって。どういうこと。いや、なんか人を好きになるとかってやつがよく分かんなくて。あ、その異性を。そう、なんかこれが好きなのかどうなのかよく分からんっていう。あ、そう。なんか分かる、このなんかめっちゃ好きになった人いる。いますいますいますよ。でどうなの、 そうなったら人は。もうなんか、なんだろう、うん、まあでも好き、そうですね、まあ、恋愛感情の好きはもうなんか、まあ、まあなんか何でもしてあげたいみたいなとか、あとなんだろう、こう特別にですね、こうなんだろう、うまいもの食べたらなんか、あ、これ一緒に食べさせてあげたいなみたいな、食べたいなみたいなことを思ったりするの気がしますけど、割と俺みんなに思うの。俺、あ、そうなんですね。すげえな、愛がすごいじゃないですか。いや、愛がすごいかどうか分かんないんですけど、なんか特別感が分かんなくて。ああ、みんなに思うんだ。なんかその女性問題とかね、はい、あの女性問題って言っちゃうけど、だって中学ぐらいからさ、はい、大学生の人たちと遊んでるとさ、うん、中高とかも結構乱れてるよね、もうね。今ね、うんうんうん、でもう大学で福岡を離れるタイミングでちょっと意識的に、俺はちょっとこのままだとダメになる気がすると。あっちに大学入ってちゃんとしてみようと思って。はい、で次にあの付き合う女性とちゃんと付き合ってみようと思って、それまでちゃんとした付き合い方をしたことなかったから、うんうん、なんかもうなんかちゃちゃっと終わってちゃちゃっと終わるみたいな。それじゃ、それで大学生になるとやばいと思ってたから。うん、で、そう、次付き合った女性と、なんか長続きするようにしようと思ったら、こんなに長くなっちゃった。だから、割と最初言ったことはちゃんと守る癖があるんだよね。だから、ここもそうだよね。だから、誰でも来ていいよって言ってるから、あの、じゃあ、あんたダメってやつは言わんとこ、みたいな。うんうん、もう、かたくなにそれは守ろうとしてるよね。変えないんだ。その癖はあるかもしれない。こうって決めたら、まあ、それはもう続けるみたいな。うん、あるかもね。うん、それ無理して続けてるかって言ったら別に無理でもない。無理してない、うん、そうそう、ないよ。好きかどうかって言われると怪しいよ。じゃあ結構さ、なんだろう、こう他の友達とか、うん、そういう、なんだろうに対するこう感覚と奥さんに接する感覚が結構近い。うん、うん、まあでもこんだけ長いこと一緒にいるからね、まあそれは特別っていうかね、時間が違うっていうのはね、一番俺のことも多分知ってるしね。うん、まあそう考えると、なんか好きかどうかの話は別だけどね。恋愛的なね。そう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 。ああ、まあまあ大事な人ですよね。うん、気にはなるよね。ああ、そうなんだ。僕なんかもそんなあのね、大して経験もないですけども、なんだろう、その恋愛感情はずっと続かないなっていうのはもうなんとなく感じてて、だから恋愛感情で。結婚とかは絶対決めてはいけないんだなとなんとなく思ってますね。どうせだってどっかでもうね、
なんだろう、ババアになるんだから。そう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 。でもね、へもすりゃうんこもするし、ゲップもすると、そう、うん、人間だと、うん、と思ったら、そんなのずっとキラキラしても続くわけねえと、うんうん、だからきっと大事なのはそこじゃないんだろうなーなんて思ったりしますけど、ね、俺はつも思ってるんですよ。もう好きか嫌いかのがそこさほどさほど重要ではないっていうのが重要じゃないんだろうなー。いや、一緒にいてよっぽど嫌じゃなかったらそれでいいんじゃないぐらいの本当に。あ、そうか。あ、いやー、僕もなんか10年間ずっと実家には住んでなかった、うん、で10年ぶりにこの前年末帰ってきて、まあ、4ヶ月ぐらい実家にいたんですよ、うん、でそしたらあの、まあ、僕30にその間なって、うん、で初めてドラマみたいに言われたんですよね。いや、そろそろ孫が見たいみたいな。そんなセリフ本当にこんなにあんだみたいな。結婚しないのかね、うちの子は、みたいなこと言われて。うお、みたいな。でもね、家、トラックだしね、みたいな。あ、それについては何も言わないの？あー、っすね。いや。お前マジかみたいにならんかった？それは、に関して、あだこうだはないんですけども、お金どうすんのとか、この先どうすんのみたいな、そういう心配はされますね。まあまあ、そりゃそうだよね。そうですね。から、うん、頑張るっつって、うん、そのなんか結構かなり心配されたし、かなりがっつり親父には30になってこんなに強めに言われるんだみたいなことがあったんで、お前正気かと。そうですね、なんかそうですね、安心させたいなっていうのはありますね。多少一個お金ね、作れる何か手段があって、俺月こんぐらいは儲けてるから大丈夫だよって、前ね、家とは違うのかなみたいな。え、今30になりました、この前。30でしょ。30、6年前から人の間始めて、あ、人の間始めて1年間は、うん、あ、違うわ、やってないわ。人の間始めてからがあれや、塾とこれ一本やわ、うん、その前まではスーパーでバイトとかしてたけど、うんうんうん、でも1年間だけだったね。うん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 、なんとかなっちゃったからね。そうですね、バイトでもお前1人分は稼げるなっていうのもあるね。バイトとかあんま好きじゃないでしょ、うんと、好きなやついないと思うけどさ。そうっすね、やりたい仕事やりたかったり、なんだろう、知識そのことに興味があれば、うん、結構苦じゃなくて、で今回そのゲストハウスで金沢のこと好きになってほしいなとか、自分を知りたいなと思ってバイトしてたら、それもめちゃめちゃ楽しかったです、うん、まあそんなか無理なく楽しんで、うんうん、いつ死ぬか分かんないから、最初なんて、うんうん、嫌なことやっててね、そのまま死んだら無念しか残んない。そうですね、うわ、俺ってなりますよね。じゃない、なんか、うんうん、大金持ちになろうともあんま思わないしね。そうですね、もっと思わないか、うんうん、サラリーマン時代めちゃくちゃ稼いでたの俺。はい、でもその代わり、あの、死にそうなぐらい忙しかったの。うん、忙しそう、塾の先生忙しかった、ね、準備して授業して。そう、しかも俺あの管理職だったから、ベンチャー企業の塾だったからさ、あの若くてもなんかどんどん出世できる。あ、そうなんですね、もう出世街道まっしぐらだったからさ、うん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 、そう、みんなからもったいなさすぎるやろって言われてたけど、うんうん、死ぬと思った。このままじゃ死ぬと。ぬ全然幸せじゃねえ。貯金残したまま死ぬと思ったから。そっか。貯金だけ残して死ぬ。そうそう。貯金残すために俺生まれてきたわけじゃないしかって思い始めるよね。いや、ほんとそうっすよね。いいよ。別に、だって飯食わせて暴力受けなかったら満足なんだから。そんなに貯金いらないよと。飯食べてもすごいな、そう、うん、そうなるともう、そうなるともう全部、なんかもう贅沢品よ、全部、うん、ほんとっすね。全部贅沢品だな、贅沢品、うん、え、そのさっきなんか大学に入ったらちゃんとしようみたいな言ってたじゃないですか、うん、中高はどんな感じだったんですか。いや、もう、ひどかったよ。乱れとったよ。乱れてたんですか。だって乱れるよ。あ、あの、もうむちゃくちゃだよね。高校ぐらいからもう親父と会ってないでしょ、うん、でも親父の抑圧はないわけやんか、うん、で、うちは母ちゃんがさ、なかなか働くに働けないような、うん、あの感じだったからさ、うん、まあ、働いていたけど、パートで働ける、稼げるなんてそんなにいいわけじゃないでしょ、まあ、そうですね、で、貧乏だったでしょ、で、貯金があったわけでもないからさ、すげえ貧乏で、うん、で、母ちゃんも、じゃあ働けるもんなら
お願いしますみたいな。で中学で働かせてくれるとこなんてあまりないわけじゃん、はい、であの近く の, あの話分かってくれる建設会社の人があの給料って話じゃなくて、うん、小遣いみたいな形で渡す、なるほどなるほど、っていう形でね、帳簿には載せない感じのやつをくれてたり、うんうん、本当に手間しいんだねっつってくれてて、それでもそれでなんとか生活、それは全部うちの親に渡してたから、うん、でもその代わりそのバイトの人たちからはね、すげえお前大変だなみたいな、うん、お前今やってんの中学生で気合入ってんだみたいな、うん、で大学生の兄ちゃんたちの部屋でさ、ちょっとうち来いよっつって、うん、そこで酒も覚えるし、うんうん、まあね、なんか女の人も覚えるしね、あーなるほどね、そういう風にね、そういうところから始まるよね、あそっかそっか、まあ、ある意味にでかい兄ちゃんいるみたいな感じで、そうそうそう、うん、まあいろいろあるわけですよ、だって俺中3ぐらいの時に大学生の人と付き合ってたから、ね、もう乱れてるやん、確かにそれ乱れてますね、で高校に入るやん、うん、で高校入ると何人か童貞卒業するやつが出てくるやん、はい、で出てきたやつがさクラスでなんか生きがって喋ってたりするやんか、うん、なんかやっぱ女はみたいな、うん、するやつを横目で聞きながらなんかサブッと思ってこいつらっていう感じでいたもんもう全部知っちゃってたんだ、なんかもうっていう、そう、でもこれはダメだと思ってて、うん、ああそうなんだ、このまま行くとダメだいかんって思いは高校の時ずっとあった、なんかあそうなんですね、このままじゃダメだと、だから福岡にいるとダメだと思ってて、あ、っていうのもある、うんうん、でも今更ここでなんかそんなことありませんでしたみたいな顔もできんと、あみんな知ってるし、そう県外だで県外に、そう県外、県外で同じことやっても俺は苦しむに違いないと思って変わろうとちゃんとしようと、そうなんだだからちょっとは多分なんかそこら辺のなんかなんつうのは自分で言うのもあれだけど、うん、なんか変な小賢しさというかさ、うん、なんかそういうのはあったと思う、他の同学年よりもちょっと賢いところはあったと思う、うんうんうん、考える余裕というかさ、うん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 、なんかもういろんなことをちっちゃい頃から考え続けてるから、そうそうそう、なんか分かっちゃってると考える力がついてる、そうそう、でも自分でももうこれで死んだと思ったやつが2回ぐらいあったから、もうなんか殴られたりとかでね、あ、そう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 、でも死んだからもう、そう、でもその1回死んだ感覚ってすごい大きくってさ、うん、1回死んでるからあと全部儲けもんだから、うん、まあ、なんだろう、なんかの選択をするときに何かをしないっていう選択は多分1人少ない、うん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 、いやどうせあの時死んでんだから別にいいやって、失敗してもいいやってやってみようみたいな感じの感覚はすごいあるから、他のみんながそんなことやんのみたいなことを平気でやる、だってそうそう、一回死んでんだから俺とかって思う覚悟の決め方はしやすくなったところはある、あなるほど、うん、いやなんかちょっと似たような感覚、まあ、ちょっととなんかアプローチ違うんですけども、僕もインド行ってひたすら3週間体調崩して帰ってきたんですよ、うん、何しに行ったんだ俺みたいな、インドはいいらしいね、インドはまあすごかったですね、人生観変わるっていうね、インドの人はみんないいなんかきっと変わり方いろいろあると思うんですけど、僕はある意味死にかけて人生観変わったんですよインドで死にかけて死ぬって本当に意識遠のくみたいな感じになった時に、であとさらにこう遠のく意識の中で実際にそのインド人の人がワンサが運ばれてきて焼かれたり川に流れていくのを見た時に、 あ人は死ぬ俺も死ぬだろう思った時に、あなんか俺ってどうやって死ぬんだろうなみたいなことを考えて、なんか、うん、ちゃんとあの楽しく死にたいと思ってそこはねやっぱりね、生きることと死ぬことっていうのは、うん、本当もう同時に考えた方がいいなって気になるよね、うんうん、そうですね、俺は本当にそう、あの死んだ感覚、そうそう、そのさなかはさ、すっげえ嫌なんだけど、うん、振り返ってみると、それによってこう今の自分が作られてるんだみたいなやつ結構ある、そうですね、あるある、本当ある、うん、まあそう思うまでに時間はかかるけどね、っていう感じ、ありがとうございます、超おしゃべりいやめちゃめちゃ面白かったです、そう、うん、すごいなって、いやでもそんなにすごいことは言ってないからね、あのだからなんだろう、単純にこう楽しくやってるだけっていう、うん、そう、いやありがとうございます、いやこちらこそ